中島たちよ、よく来てくれた。私はルシファーの手によってこの現実に囚われてしまいました。この仮面から解き放ってください。あなた方の手に入れたその宝石の力で私を救ってください。順序よくゆっくりと、間違えるとあなた方は消えてしまいます。さあ仮面の穴にその石を。よし、これちょっとコメント見ずに俺ノーヒントでいきます。右目に荒玉静かかな。あ、でも上に荒玉で下も静かやから普通にあれやな、スケートのあの人のこと言っとるみたいな。荒玉は荒々しい荒でしょ、静玉は静かな玉でしょ、古玉は古き玉か。やっぱ荒々しくは右目がやっぱ荒々しいんですよ、やっぱり。そう、はあ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 。ちょっと早い、やり直しが早い。いや、こんなもんお前実機でやっとったらお前もう、ほんとバンナムさんに申し訳ないけどちょっと怒っとるかもしれん。じゃあ分かった、古玉は額、これ決定してるので、右目が静玉です。きゃー、中島たちは外に放り出された。あの、そこは最初からにしてほしかったな。じゃったらもう分かっちゃったやんね。だったら右目が古玉じゃん。はあはあはあ、現実に竜巻。おい、順番があるのかこの上。だから右目が静玉は合ってたけど順番が違うんだ。だから静玉で合ってるけど順番が違う。 OK。 なので左目で荒玉か古玉ですよ。なので額が古玉って決まってるので左目に荒玉です。絶対間違いない。はあはあはあ、原因してるやつは。もう僕知りません。となると左目が古玉でドン。キャー、わかったわかったわかった、もうわかった、来た来た来た、もうわかったよ、わかったわかった、確実にわかった。今のでキャーっていうことは当たったんですよ。あれ、ちょっと、え、なに、な、はぁ、わかったわかった。アトラスさん、バンナムさん、輝きなくなっちゃった。これ攻略本見てみようか、こんなのノーヒントだの。114ページを見ましょう。ねえ、ごめん、 大問題がある。俺見とる俺見とる攻略本ね、46ページで終わりなんやけど。待ってよ、俺の見てる攻略本だと、あ、書いてあったわ。読みます、読みますよ、このまま。イザナミの呪いを解け。目指すイザナミの部屋は見つかった。しかしイザナミは呪いにかかった仮面をかぶせられていた。この仮面に今まで魔王を倒して手に入れた静玉、荒玉、古玉の3つの玉を3つの穴に順序よくセットしなければいけない。間違えるとダメージを受けたり部屋の外に放り出されてしまう。うまくいくとイザナミの仮面は剥がれ素顔が見られるぞ。そしてイザナミの衣が手に入る。以上です。徳間書店さんのやつには答えが書いてありません。
そして有益な情報来ました、ゲーム内にこのヒントは一つもありません。鬼、悪魔、アトラス。あ、それ悪魔、そのメガテンやからそれでいいのか。なんで、ごめん、もう一回確認すると、右目は静玉だったよね。で、左目が古玉。なので、額が荒玉だ。よっしゃー。さあ、2分の1。勘やな。勘やな。左目静玉。はあはあはあ。もうアトラスさんむずいっす。これマジで当時やっとったら俺泣き叫んどるやろうな。ギャーッって。額が荒玉で、で左目が古玉で2番目。いやーもうめんどくせー。もう右目がなので、え、もうあれもう終わろう。あれ右目が何やった、静、荒玉か。あちょっとごめん、もうわからんくなってきた。俺混乱してきた。なんかよくわからんくなってきた。右目がな、あれ何やった、もう古玉か。はあ。ちょっといかん、狂ってきた、狂ってきた。もう意味がわからん。よし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 。で、最後に左目に荒玉。あちょっとかかか、混乱中、混乱中。パパパパニック。で、何玉、もうわからん。静玉か。違う違う。荒玉、荒玉、違う違う違う。わかりました、古玉です。シェーイ、できた。皆さん全通りやって最後にできました。あ、かわいい。やー、できたー。